漁港で開催されている物崎漁港朝市に来ました。ここは水曜日が基本的に休みで、他の日はやってるんですけど、祝日だと水曜日も営業してるみたいです。朝8時から昼の12時までやってます。たくさんお店が後ろに見えてるんですけど、加工品を中心にこの地元で採れたものを皆さんが手作りのような形で作った美味しい干物だったり佃煮だったりがあるみたいなんで、早速中を見ていきたいと思います。ここは金製海産、金製海産というお店がまず入り口に。美味しそうです。ちりめんがずらりと。ここはちりめんの加工を主にやっている会社ということです。すごいですね。確かに僕そこの焼かれてるやつが気になるんですけど、さっき許可をいただいたんで。あ、許可いただいたんですか。片口イワシの方を試食させていただいて。はい、すいません、いただきます。うわー、こんがり焼けてますね。美味しそう。片口イワシって口が特徴ありますよね。顔に強そう。いただきます。はい、うん、香ばしい。あ、この内臓の苦みがまた美味しい。うん、美味しいです。これですね。なんと一串300円です。安い。タクシー買うと500円です。ここは橋口商店さんです。いやー、カニもシャコも。あれ、これちょっと気になりますね。売れてます。イカニですって。イカニ、これ手作りですか。手作りです。手作りですって。お姉さんの手作り、ちょっと食べちゃっていいですか。いただきます。あ、もう色が染みてますよね。あ、美味しい。人気の理由が分かります。待ちきれないからって先に食べちゃいましたけど、僕にも見せてくださいよ。どんなやつですか。すいません。あ、めちゃめちゃ味が染み込んでますね。うわ、中身見える。うん、うわ、これどさくさに紛れて僕もう一回食べます。美味しい。本当に味が染みてます。美味しい。噛めば噛むほどイカの旨味とこの醤油、砂糖、うん、あ、美味しい。ちょっと味がお酒のあてになりそうな感じ。ここはちょっと看板がないんですけど、美味しそうな大あさりとサザエと、しかないですね、ごめんなさい。ここは魚屋さんというか卸屋さんですか。そうですね、仲買いですね。普段は仲買いなんだけど、ここの市があるとき諸崎朝市には出店されているということで。はい、ということは漁師さんがそのまま取ってきたものを、取ってきてもらったものを売ってます。はい、すごい。1000円ですよ、こんだけ入って。これ大丈夫なんですか、1000円で。1000円大丈夫じゃないけど、1000円買えるとね。ね、すごい。ちょっと大あさりパーティーを家で家でちょっとバーベキューできます ね。ちなみにお店の名前だけ伺っていいですか。中光商店です。中光商店さん、はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すごいですね、これ干物、そばの干物。これ1枚おいくらだと思いますか。いくらですか。1000円です。え、1000円、これ1セイロ1000円。え、これじゃあこれこの中身全部で1000円。1000円、めちゃめちゃ安いですね。すごいです。タチウオもこれ1000円。うわ、すごいな。ここは山川水産さんです。いや、おかみさんが焼いてくれてます。おはようございます。よかったら試食してってくださいね。あー、美味しそう。いいんですか。はい、どうぞ。ちょっと待ってください。いけます。こういう人気が毎年あるんですけど、はい、サバの
サバ干物ですね、あちらのサバなんですけど、この先ほど1枚1000円の、はい、小さいんですけど油はすごいあるんですよ、はい、いただきます。結構でも小さいけど身もしっかりしてる。いただきます。いただきます。おいしい。うん、ふっかふか。すごい。朝ごはんで味噌汁。すごい。南社が観光釣り大使。はい。お隣さんがすごい。釣りだけじゃなくて俺網だぞ。ちなみにこちらはあのテレビでも有名な漁師の店秋吉丸さんです。んです、はい、これ食べるだけね、はい、あ、ありがとうございます。何だろう、分からん。いただきます。これは何もいただいたんですか。アナゴですか。アナゴ、これ食べるといい男になれるらしい。魔法ですか。大将のようになれるんですか。どういう気持ちになるか、どういう顔になるか、ちょっと試して確認してみる。これアナゴだ。めちゃくちゃうまい。うまい。うまい。これ、うん、もっとやるから。すごい。うまいのが。海苔に巻いて食べるのがまたいいですね、これ。すいません、あのカメラマンの僕もなんか大将に気使っていただいていただいちゃいました。これ人のやつ見とるだけじゃなくて、お前も味見してみろということで。人がどういう気持ちになるか。これはハッピーですよ、ハッピー。いい写真が撮れるぞ。めちゃめちゃ。これ。おいしい。いただきます。ありがとうございます。めちゃうまい。炭の香りもするし、うん、アナゴの、ねね、甘みもぶわってきてふっくらしてるもんね。で、海苔のなんか優しさの味がね、すごい。さあ、海苔が、海苔佃煮が山木海産さんに、はい、お邪魔しました。はい、こちらが甘口で、こちらがあの青海苔の佃煮でちょっとさっぱり味です。でこちらが静岡の本わさびの茎が入ってます。よかったら召し上がってください。食べていいってよ、大志くん。どれがまず一番おすすめなのは。そうですね、これがやっぱり一番人気。一番右の甘口の海苔。はい、いただきます、はい。これはこんな感じで乗せちゃったみたいですね、はい。いただきます。海苔が。うん。香りが。海苔の香りがすごい。うん。で、味付けがしっかりしてて、ご飯に合いそうです。ちょっと白ご飯もらっていいですか。最近ね、これトーストに塗って食べる方も。トースト。トースト。はい、はい、いや、美味しい。はい、パンにも合いますよ。パンに合う。はい、パンと海苔ですよ。ちょっと斬新ですね。はい。サバ屋さん。いやー。なんかもう食卓が賑やかになりそうなおかずがたくさん。そのままゆでだこ、南蛮漬け、イカに、ひじきに、あーすごいな。このアナゴ炊いたのも美味しそうですね。今はね、酢の物も食べれます。いや大好きです。もうこれイワシも大好きです。この辺の海で獲れたというか、もう目の前のもろ酒、目の前です。もうここは我が家の庭。いいですね、庭が海ってかっこいいですね。こんだけ全部あるともう食べ尽くせますね、諸崎の海を。いただきます。これは諸崎を収縮したの。これはイワシの南蛮漬けですか。イワシ、イワシの、イワシは油が乗ってるんですか。うん、あ、優しい、美味しい。うん、酢の酸味がまろやかで、うん、すごい。それとね、これはね、ひじきを煮たのだけど、はい、ひじき。あ、ここ の, あの三河さん、あの三河さんというか、この知多さんですね、はい、知多さん の, あのひじきを煮たもの。ちょっと僕が普段見るひじきよりまずしっかりしてますよね。でしょ、はい、コシが違う。あ、木がちょっと楽しみです。いただきます。うん、あ、食感も全然違います。しっかりしてる。ちょっとシャキシャキしてるぐらい。うん、美味しい。もうね、ここ の, あの目の前で取れるものって素晴らしいものばっかりよ。うん、ま
たもうどのあれもお母さん味付けが優しいですね。毎日食べたくなるような。はい、マルトシバルさんという船を持っているマルトス商店さん、すごいですね。ここも干物とあと新年がメインの感じのお店で、自分のところの船で取ってるんで新鮮な。何が焼かれてますか？タチウオと、タチウオとアジですね。ほうほう。それからイカ、イカ越し、イカ、あ、足がある。ゲソが気になっちゃいますね、これ。いいですか？いただきます。お食べ、それではイカを。いかがですか？いただきます。やわらかい。おいしい。うん、またいい感じ。このみりんですか？お酒ですか？香りがいい味出してますね。おいしいです。これ。え？4匹ですね。そう。肉厚だから美味しいよ。うん、私のようなこういう感じで、ね、これが美味しい、ね、お母さん の優しさでこの金額だそうですすごいですね。ここ美味しいよね。名古屋だって1枚1000円でもおかしくないですからね。身が熱いっすか？うん、身が熱いからね、美味しいです、ね、美味しい。焼きたてふわふわだし、これ4枚買っても多分1日で4匹食べちゃう。はい、酒屋さんです。ここは干物がメインですか？そうです。干物屋さん、すごいですね。どうぞ食べてください。ありがとうございます。そこのタコですか？これは、はい、これはタコ。いいですか？いただきます。ちょっとちっちゃいけど、ごめんね。いただきます。あ、うん、柔らかい。ちゃんと味がついてて、タコの甘みが美味しい。通りかかるときにちょっとタコがいっぱいあっちにいるんで、うん、気になったんですよね。そうなんですよ。うん、あ、タコ飯、これタコ飯にしたら最高っすよ、絶対。すごい。うん、これ全部です、このパターン。このパターン、今日ボロザキ好きですね、これ。こんだけで1500円。いや、安い。あれこれお酒にも合うし、いいなこれタコ。あれちょっとここすごいんですよ、丸井商店さん。こっち見てください。これじゃん、農林大臣、農林水産大臣賞受賞商品、無添加佃煮生炊きしらす。いやこれ僕実は買ったことあります。このお店だって知らなかったです。いただきます。掴んだ時に柔らかい。いただきます。国が認めた味はいかがですか？国家レベルです。うまい。やっぱここの美味しいですね。見かけると買ってたんで、ね、まず食感が柔らかいので、味付けがのバランスがすごいいいんですね。優しさもあるし、だけどちゃんと味がしっかりついてるんで、おつまみに、僕は基本おつまみにしちゃうんですけど、ビールに合うんですよ、日本酒。はい、豊半商店さんです。ここはなんと日本一うまいイカの姿焼きがあるということで、お姉さん姿焼きは、あ、すいません、売り切れになっちゃいました。あれ売り切れですか？あ、でも試食が、あ、試食がちょっとある。ちょこっと人気でなくなっちゃったんで、ちょっと試食だけでもいいんですか？はい、すいません。ありがとうございます。いただきます。姿焼きっていうのはもうここで生で、日曜日はこちらで焼いてるんですけど、はい、平日は朝焼いてきたのも持ってきて、すいません。大人気ですね、売り切れ。冷めちゃったので、ください。いただきます。普段温かいので。冷めてもこんなに柔らかいんですか？はい、柔らかいです。へえ、香ばしいです。あ、僕にも、はい、ありがとうございます。また来てください。他の旨味がお店の方にもたくさんありますので、よろしければ。生姜ですか、これ薬味は？生姜、一味です。あ、一味だと思います。ちょっとピリッとして塩秘密ですか？なくなってた場合は、お店の方に、お店の方にお願いします。たくさんありますので、焼きたてが。はい、三崎水産です。煙が
はい、いらっしゃい、どうぞ。香ばしい煙が、はい、これは何でしょう。ミル貝ですね。ミル貝、物崎の、ね、浜で上がったばっかのミル貝を干物にしました。見てください、ここの三崎水産さん、実は僕お土産でも個人的に買いに行ってるお店で、美味しいんですよ。いただきます。ミル貝の干物ね、うん、間違いないです。貝のね、旨味が干物にされてることによってギュッて、それが口いっぱいに広がって美味しいですね、やっぱり、ね、そうですね、やっぱり、ね、貝だもんだからね、干物にするとね、旨味、甘みが凝縮されて、これ焼くことによってさらにまた旨味が出てくるっていう感じですね。貝の甘みが、うん、本当にすごい甘みが広がりますね。貝だもんだから、噛めば噛むほど、甘さが広がる口の中に、うん、美味しいですよ。聞いてるだけで美味しくなってきたんですけど本当に美味しい。ミル貝、ミル貝ですね。干物540円。はい、これちなみに量的に言うとどれくらいの量が540円ですか。540円はね、結構入るんです、ね、結構入りますよ。まだ入る、まだ入るいいですか、そんな入れちゃって大丈夫ですか。このくらいですね。わー、すごい、これで540円。これ家のじゃあ魚焼きのグリルとかで焼いてもいい、ね、あとあのオーブントースターにアルミホイル引いてもらって焼いてもらったら一番いいですね。結構手軽です ね、 ですね。塩とかはもうあの振らなくても大丈夫ですか。そうです、大丈夫、そのまま焼いて、そのまま焼くだけ、はい、いやいいな、もう味がしっかりついてますもんね。そうです、染み込んで、はい、美味しいです。お願いします。 お店の名前がすごい気になるんですよね。あっこちゃん、あっこちゃん、あっこちゃんですか。あっこちゃんのお店、ここは佃煮惣菜屋さんです。お惣菜屋さん、あっこちゃんが手作りですか。手作りで、いつもね、常野はね、テレビで見るんだよ。あ、本当ですか。大物のバスとかいろいろ見るでしょ、はい、釣り番組好きのあっこちゃんいただきます。マイワシ、こんだけたくさんで炊いたらもう絶対美味しいですね。いただきます。これがね、イワシとサバとね、同じ味付けなんだけど、魚によってこれで味が違う。へえ、比べてみる。こっちと骨、ね、やらっこ、やらっこ、やらっこ、ちょっと取りました。こっちと味付けが美味しい、はい、いただきます。もう味しっかり染みてます。うん。これがコサバ。カマ。量がすごい。柔らかい。え、どうやったらこんなに柔らかくなるんですか。美味しい。こっちがね、酢がカップ1でね、骨が硬いでしょ。3。ああ、酢を入れると柔らかくなる、うん。あといろいろ味の炭なんかあるんだけど、今日はまあ持ってこないけど。美味しい。味付けのバランスがすごいです。家じゃ作れないです、こんな味。やっぱ魚を知り尽くしてる町だから上手にできるっていうのがありますよね。でも、フグの皮からヒレ、これから私はあの鍋用しか持ってないです。うん、あの、こっちの方に行っていただくと、こういう風に磨きをやらせていただいて、あのお持ち帰りいただくようにしてます。はい、もうじゃあ、あのフグさばいた状態で販売してるってことですね。そうそう、はい。フグはあの免許がないとね、食べられないもんですから。フグ買ってても一般の人できないですからね。売れないです。だからあの裸にしてちゃんとあのお刺身にできる状態、はい、うん、ああいう風にして本店は持っていっていただいてますけど。本店の方は柳橋ですか。うん、違いますよ、すぐそこにあります。すぐそこ、はい、で柳橋にも出してる、まあ、はい、出しております。赤羽商店さん、はい、ちょっと新鮮なお魚もいっぱいありますね、はい、今日はね、もたちとかね、はい、うん、もう今ちょっとね、売れちゃったもんでね、今本店の方に頼んだんですけど、まだ来てないもんで、今からカワハギが美味しくなります。そうですね、はい、気分がいいですね、はい、この後冬はフグがやっぱり一番売れる、ね、そうだね、うん、だけど私のとこはもう鍋用を冷凍にしたやつしか持ってきてないので、うん、あのそれを買っていただくとか、うん、ヒレとかね、ヒレ立て用のヒレもこういう風にね、あの乾かしてちゃんとしてレシピもお付けして、フグの鍋用とかね、はい、でここら辺の干物はみんなね、自
自家製です。はい、みんな作ってます。みんなこれ三河湾とか伊勢湾で上がったあの魚、はい、地元のもの、はい、町の食堂ということで久屋さんです。そうですね、川原にあるお惣菜ですかね。そうですね、惣菜がメインですね。美味しそう。手作りでございます。地のお魚。おすすめはもうやっぱりママカリのおから巻き。人気ナンバーワン。そうです。いただきます。朝一ではうちしかないです。これですね。そうです。ごめんね、試食用で半分に切ってるんです。元はもっと大きいですからね。あ、はいはい、イワシになる。ではないです。金皮っていうね、身が薄いお魚です。金皮。金皮。ママカリ、あの隣からマンマを借りてこないといけないっていうママカリ、いただきます。買いすぎちゃった。めっちゃ美味しいこれ。中の殻のしっとり感と味付けとで、このママカリっていうんですか、お魚の酢の具合が抜群ですね。美味しい、もう一個食べる。これは美味しい。これママカリ、これ本当に美味しい。もう一個食べていいですか。おからがね、別名ね、絶妙。これおからが入ってるからこんだけしっとりと。そうなんだ。これあのお正月のおせち、おせちのお酢に必ずものざきでは入ってる。へえ。うちのにも入れてください。よかった。お酢持ってください。ぜひ。ずっと並べるんだけど、はい、売れちゃったもんだい。売れちゃった。あなたの正解一番。ああ。丸八センターさん、八百屋さんですね。立派なスイカがいますね。重い詰まってますね。美味しそう。スイカすごい、なんかちょっと魚尽くしだったところになんか彩りがいいものがねすごい現れたんで気になっちゃって、はい、スイカもあって桃もあって、なんか今売り切れちゃって息子さんが仕入れに行ってるみたいな。普段はもうちょっと野菜が並ぶんじゃないかな。ちょっとじゃあ来た時のお楽しみって感じですね。そうです。はい、すごい。もうこれ日用品のような、すごいね、なんか百貨店みたいにいろいろ置いてある。ニンニク結構いろいろありますね。ここはお茶も売ってます。残念ながらあのイカの姿焼き、豊半商店さんの美人のお姉さんがいたと思うなんですけど、あの売り切れでしたよね、イカの姿焼き。ここ日曜日はここで実際に実演販売ということで、子供おっしゃってたんですけど、日曜日は焼いてるからその場で食べれるよって言ってたんですが、ここですね。で、これ大人気の第3日曜日に行われる10月は18日の日曜日、海鮮汁無料配布です。イカの姿焼きね、食べれなかったからね、あの試食用でね、冷たくなっちゃっててって言ったけど、あれでも美味しかったもんね。美味しかったです、あれでも柔らかくて香りが飛んで、ここで実際焼くんでしょうけど、大美味しいですね。気になりますね。飛びつきたいですね。あの視聴者の皆様にあの写真だけをこうやってずーっと見せてあげて。美味しそう。ということで、じゃあ来るなら日曜日がちょっとおすすめかなっていう。日曜日は狙い目ですね。ただやっぱり多分混んじゃうんで、こうやって平日も狙い目です。平日来ると多分みんな優しく試食をいっぱいくれるよ。試食でお腹いっぱいになる。いっぱいいただいちゃいましたね。でも魅力がすごいいっぱいですね。ここも皆さん優しくて。大阪朝市。